こんにちは、もうです。よろしくお願いします。今回の動画は、鹿児島市中心部から車で3、40分で来ることができる近くて遠い謎の地域、遠く江戸時代に発見された鈴鉱脈によって山師たちがたくさん在住し、鉱山で栄えた町、鹿児島市下福本町の鈴山を前回に続きお伝えいたしますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。まず最初は、鈴山小中学校の脇道から少し行ったところにあります女郎墓に行ってみたいと思います。ちょうど鈴山小学校中学校から入ってきたところに少し入ったところにあります女郎墓ですね。こちらの方をね、今からちょっと行ってみたいと思います。以前、難読地名で紹介したことがあります富津ヶ谷かな、上富津ヶ谷、ちょっと見えてますかね、右側に上富津ヶ谷って書いてます。こちらの方にもね、行きたいと思いましたがやめときます。先ほどのヨカドゥさんのオーナーさん吉本さんにお伺いしたら、何もない民家ということでね、はい、一応、こちらは今回パスしますが、女郎墓行ってみます。ちょうど前面にですね、鈴山小中学校があります。こちらの方ね、グラウンドが見えますけど、こちら鈴山小中学校の横の筋をね入ってきたところ、その先に女郎墓があります。でこちらは地元のお墓だと思います。地元鈴山のねお墓だと思います。まだ墓石自体新しいですよね、はい、ただずっと代々続いてると思うんですけど、はい、で鈴山小学校、脇道をねこう上がっていきます。はい、今からねその女郎墓に行きますね。女郎墓なんですけど、聞いたところによりますと、この辺り鈴山ですね、350年前に、鈴鉱山がね、八木元信ですかね、うん、そっち八木さんが発見して、でこちらで、鈴が取れるということで、はい、で、妊婦の方ね、鉱山婦の方、そちらの方が、たくさん来られて、で、そちらをね、慰安するという形ね、娼婦の方、ね、女郎の方がこちらに、たくさん、連れてこられたのかね、自ら進んできたのか分かりません、うん、もしかしたら連れてこられたのかもしれませんが、そちらねちょっと歴史的に、悲しいと言いますかね、なんとも言いませんけどね、そちらのお墓の方にちょっと行ってみたいと思います。うんでね、そんなに、困難な感じではありません、整備されてるってほどではないですけど、昔ながらねちょっと苔むした、ね、感じのこう階段を登ってくると、女郎墓がね、こちらにありますよね、はい、ちょうど桜の、時期になりますのでね、でこちらが女郎墓、はい、ね、女郎さんがね、亡くなられてね、お墓、ちょっとひっそりとねですけど、現在残っているのはですね、延宝元年ですから、673年2月15日と刻まれているところね。こう書いてありますけどね、はい、銀のかんざしがね40数年前道路を作る時に出たということでね、女郎たちはね鈴子を発見と同時に山師たちの慰安を図るために連れてこられたと伝えられているということです。はい、もう本当にね仕事でもねこの女郎さんの墓から鈴山下福本、この辺りは来ますデマンドタクシーというのがねこの、地域にありますので、はい、この地域の方々にとってはなくてはならない交通手段の一つです。そちらのね、関係でね鈴山地区に来ることは多いです、ただこういうね女郎墓があるというのは私知りませんでした、墓石がねちょっといろいろこうありますけど、ちょっと、朽ち果てた感じでねですね、この多分それぞれの墓石だと思います、女郎さんのね。でこちらが一番大きな、女郎さんの、女郎墓の、書いてますよね、見えますよ、見えますね。延保5年ね、先ほどの、看板にありましたよね、案内板にあったようにね、書いてます。なんて書いたのか、無縁マン、ちょっと読めないですね、書いてます、どれぐらいの方が連れてこられたのか、ちょっとまた調べてね、後でお伝えしますけど、悲しい歴史が、悲しいと言いますかね、悲しいかな、連れてこられたのであればですね、ということでね、じゃあ鳥がね、鳥がさあ別のところにね行きましょうかね。ということで先ほどの女郎墓の方から少し移動いたしまして、こちらはですね鈴山のおそらく中心になると思います。今からですねこの中心の、土俵跡ですね、あとその横に、手形書跡というのがあります。でそちらの方にねちょっと行きます。あと大山積神社というね神社があります。そちらの方もちょっと行ってみたいと思います。これ立神館というのはたてがみ館、おそらく立神館だと思います。でですねこちらの建物、ここはですね手形書跡という石碑が、小さな石碑がありました。でこちらですね、鈴山地域づくり協議会事務所というのがねちょっと横の方に、そういうところがあるようなんですけど、ね、今地元のね児童クラブの方にちょっとお話聞いたら、ちょっと午前中で今日は帰られたということで、もしいらっしゃったらちょっと詳しいこと聞いてみようと思ったんですけど、今回ちょっと残念でした。でそちらですね手形書跡という、本当に、なんかもうよく注意してみないとねわからないようなねこの石碑がねあります。手形書跡っていうね、があります。で、こちらね、鈴山児童クラブで立神館だと思います。おそらく立神館で、こちら土俵なんですけど、こちら土俵はねちょっとその後にこの先の、大山積神社の方に行ってからちょっと撮影したいと思います。こちらがですね、何ですかねこれはね、立派な、石碑があるんですけど、沼田なんとか像こう特碑って書いてますね。地元の、なんか名主さんかな、ちょっと詳しくわからないんですけど、本当はね先ほどの協議会の方がいらっしゃったら分かったと思うんですけど、ちょっと分からないですね、偉いお方の石碑だと思います。でこちらがですね大山積神社ということで、歴史のありそうなねすごい古い神社になります。でそちらの方ね、こちらの方ですけど、碑文石碑、並びに案内板がありますので、そちらの方もねちょっと確認してみたいと思います。もう苔、本当にこう趣がありますよね。ちょっとね苔むすね、もう素晴らしいですね。なんて言いますか、もうマイナスイオンと言いますかね、パワーを感じるようなね、そういうところですね。こちら鈴山ということでね、鈴鉱山、鈴がね八木神社、鈴子発見300年ね、あたり発見者八木元信の功徳を忍んで設立されたものですということでね、この石碑があります。で八木元信という方がね、こちらの鈴鉱脈を発見したということでね、鈴鉱脈を発見しました。でですね、で大山積神社ね、ちょっとねこれ読みにくいんですよね、この字がね、大山積神社ね、私なんて読むのか分からなかったですね。大山積神社と言います。で1677年、遠方5年ですね、はい、鉱山の神様である、大山積の御事かな、を神とする神社を伊予の国、愛媛県から招き現在地に社殿を建立しましたということで、伊予の国ね、以前私、菱刈鉱山の動画、金山ね、日本で国内唯一のね、すごいもう金山なんですけど現在現役のね、はい、そちら伊予の国愛媛県割となんかそういう、鉱石、が取れるんですかね。住友金属鉱山が、そちら工場があるのかな、そっちいや愛媛県の方に、はい、ちょっともし間違ってたらすいませんね、多分間違いないと思うんですけどね、そんな関係で、ね、伊予の国っていうのはそういうなんか、鉱石ね、いろんなスズも含めていろいろ取れたのかなというふうに思います。はい、銀とか銅とかね、金はどうかな。で以後鉱山で働く山師たちの間に厚く信仰され現在でも鉱山関係者の子孫の間で信仰が保たれておりますということでね、はい、ということで、こっちはね大山積神社ね、ですね、立派な神社です。はい、中はねご神体があるのかな、だと思います。はい。でこちら下の道路からね、こちら鳥居をずっとくぐって上がってくるんですけどね、でそれではその先にありますちょっと土俵の方をね見てみたいというふうに思います。ちょうど、桜の季節です。今はですねちょうどいい時期といえばいい時期になったのかもしれません。桜がね、桜の花びらがちら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 とね舞っております。この画面で見れるかどうか見えるかどうかわからないんですけど、でこちらが鈴山相撲、歴史は300年以上350年ぐらいですかね。で、何度も申し上げております、鈴鉱山が発見されで、山師がね最盛期には300人ほどいたそうですね、鈴を掘る山師ね、山師が300人、まあ、そちらの、娯楽ですよね、もう含めてこう相撲が行われたということで、ね、もう山師の方ですからね、もう荒くれ者の妊婦の方ね、もうね命のやり取りをするような人たちです。はい、もうそういう人たちですからね、もうこういう、まあ、昔のボクシングとかねそういう空手とか、まあ、柔道もなかったですよね。柔道もね加納治五郎さんとかね、相撲というのが一番のそういう娯楽だったと思います。でこちら、鈴山相撲ね、最近といいますかここ2、3年コロナ禍でですねちょっと、中止というかね、はい、になっていたんですけど、本年ね、もしかしたら開催されるかもしれません。でこちらですね巨人大砲卵焼きね、私よりもちょっと上の世代の方かもしれません。まあ、王さんはねワンちゃんは知ってますけど、その時に大鵬さんじゃなくてですね柏戸さんが来られたそうです。柏戸関ね、大鵬関ともども、大鵬柏戸というね有名な横綱柏戸さんがこちらに来られて相撲を取られたということでね、それは、私の、同僚から聞きました。でそういう話もね地元の方よくご存知だと思うんですけど、今回ちょっと残念でそこは聞けなかったんですけどね、そういう歴史のあるね鈴山相撲のこの土俵ね、こちらもう本当に、歴史のあるね、土俵ですよね。はい、ということで土俵の方から少し離れて、こちら鈴山の奥の方、鈴山地区の奥の方に来ました。奥と言ってもそこまで奥じゃないかな、はい、ちょっと走ったところにあります、こちらがですね、鈴発見の地ということです。鈴鉱発見の地ということでね、ここで、谷山観光協会の、看板がね案内板がこちらに設置されております。で鈴山ですね、ちょっと読んでみますね。鈴山古くから鹿追原と呼ばれていた、明暦元年1655年、11月15日八木門之助元信により鈴香が発見されてから鈴山と呼ばれるようになった。八木門之助元信は島津義久16代当主ね義久公です。島津4兄弟の長男になりますね。はい、だから義弘公のね兄になりますね。はい、龍伯ね島龍伯が加世代御当馬ですかね。はい、なんていうのかな通路小野春山ねこれ皆さんご存知だと思います鹿児島の中でねもう分かる地名で伊作峠西山岩屋長谷川鍋加世田、この岩屋長谷というのはこの、川鍋のこの辺りの地名だと思います。加世田の時に乗馬の育て方が上手だったためいつも義久公の御当馬のお供をして鈴山を行き来しているうちに鈴子を発見したと言われている。その後元信は鈴山を自力で採掘した。元信より相続した長男宗信は藩主光久19代当主に雲上なんですかね雲上鈴ちょっと漢字が読めないですね300貫目余りを献上している。元禄14年1701年に未正月に藩主光久公は幕府の許可を得て藩直轄として採掘するようになったということです。はい、でですね光久公というのはですね仙巌院を、作られた方ですよね。はい光久公、島津光久ですね。で仙巌に、鈴門っていうのは赤い門があります。セゴンドの時にも撮影されておりますけどね。はい、そちらの方でちょっと藪かがいるのかな、そちらの方には鈴門を作る材料というかねそして赤い鈴門がありますけどねそちらだからこの鈴山から多分、運んだ鈴によって作られたんだというふうに思います。でですねその、義久公ですだから、お供でということになりますけど義久公は1610何年ぐらいも亡くなられて、晩年の頃だと思います。でその年齢的なね八木門之助元信の年齢は若い頃に付き従ってこういう御当馬ですね本縁馬というんですかねなんていうのちょっとまた読み方がね、ちょっとこれ難しいですけどね日本語はね付き従っていたということで、ねまだ若い頃だったのかもしれませんね。はい、でこちらのねちょっと鈴こう脈発見っていうのはなんていうか鈴子発見って書いてあるのかなの、地ということで、はいでこの辺りね、この、石碑以外は特段何があるのかというのはないんですけど、ねあらなんか違うかなあこれかでこれかなあらこれあここかもですねこれかもですね。この間にの鉱脈があったのかもしれませんよねこれね。ねそれからここもなんかちょっと補強してますけど埋めているというかね、ということです。はい、で、あとですね、この、鉱脈ここ以外にもなんか何か所か結構あるみたいなんですけど。とりあえずねそっちの方もちょっと行ってみたいというふうに思います。こちらはですね先ほどの鈴鉱脈発見の地から少し先にいたところにありますなんか自然にできたというかねロータリー小さいロータリーがあります、そちらどんつきのロータリーから少し入っていたところに、湧き上がり港というねそういうところがあるんですけど、はいそちらの方にこれから行ってみたいと思います。採掘跡ですよね。今ちょうど地元の方がいらっしゃったんで案内していただけるということで今一緒に行ってます。はいありがとうございます。ここが、はい、湧き上がり港はい、はい、地面からこう湧き上がってくるっていう、はい、そういうあれだと思うんですが江戸時代山本半九郎という山師が、はい書いてますね。書いてますね。山本三九郎という方ですか。あ、石につまずいて発見されたって書いてますよね。もうここはもうもちろん立ち入り禁止なんですよね。はい、前10年ぐらい前、竹岡中学の生徒が入って二酸化炭素で亡くなったですよね。ありましたね。あれで、はい、もう塞いであるんですよね。この鍵は、はい、鈴山小中学校の校長が持っているようになっています。そうなんですね。でここからですね、鉱石をトロッコで、トロッコでこうずっとここから150メートルぐらいかな、行って、その下に川が流れとって、そこで精錬所があったわけですよ。あ、精錬所が砕いて、ほら、石をですね。そして、後半の10年ぐらいは、もうここでのあれはやめて、もう原石を大分県だったと思いますが、トラックで運んできよったですね。それでですね、ここからそこをずっと登っていけば、そこにもう頂上ですよね。そこ、頂上が、そこ、空が見えるんで、ちょっと右側のところを見たらですね、このものすごく大きな洞窟になってます。掘った跡があるんですね。江戸時代から掘ってるから、もうそうともうびっくりするですよ。あ、この上の方になってます。ここを登っていかれてですね、そこ行ったらちょっと登り切って、ちょっと右に4、5メーター行けば分かります。ああ、そうか、登れるんですか。はい、登れますよ。で、靴だから大丈夫ですよ。なんかちょっとあんまり近づきすぎると危険っていうふうに聞いたんです。まあ大丈夫、まあ大丈夫ですが、見てみたらすごいんです。まあすごいですよ。ちょ、それはちょっと楽しみに。今度ほら石でこうずっとこう作られているから、そう崩れるってことはまあないですよ。あ、じゃあせっかくだから見られる。そうですよね。竹岡の中学校、例のね、あれがですよね。生徒さんがそのある前はここはそのままこれ立ち入り禁止じゃなかったということですか。なかった。ああ、そうなんですか。これはなかったから、行くことができることです。ああ、そうなんですね。これ奥はどうなってるんですかね。奥はどうなってるんですかね。もうずっともう四方にこうずっと掘っていったとか。もうそこの上に登りは分かりますが。そうなんですね。そうなんだよ。せっかくだから。行ってみます、行ってみます。はい。発見の地っていうのがあったでしょ。ありましたね。やったでしょ。あの辺りからこうずっとこうですかね。もうちょっと、はい。それと立上山中山がほら鈴山高山がありますが、あそこの山なんかも走ってるんで。鉱石の鉱脈があるんですかね。掘った跡が。そうなんですね。相当広いですよ。広いっていうと思いますよ。ここから上がるんですかね。はい、ここから上がっていく。ここからね。そこ。ずっと。この方がここに。あ、この方角に。そうだ。ここを登って。はい。気を捕まえて、こう登っていったのが分かります。ありがとうございます。すいません、もう本当に地元の方が教えていただきました。本当にありがとうございます。ちょっと安全を確保しながらちょっと行ってみたいと思います。せっかくですのでね。はい。ちょっと上がってきたらね、これなんかありましたよ。おおお、危ない危ない。ね、先ほどの立ち入り禁止の鉄柵のところもそうでしたけど。ちょっとすみません、すごい風がね、冷たい風が上がってきます。はい、もう地下の方からね上がってくるんだと思います。はい、でまたもうちょっと上の方まで上がっていっていきたいと思います。少し上に上がってまいりました。すごいです。もうびっくりする。ね、ちょっと動画ではどうかわからないですけど、これね、ちょっと本当にね、ちょっと危険かもね。絶対にね、これね、皆さん、一人ではやっぱり来ないでくださいね。なんかあった場合、ちょっとね、本当にもう、ちょっと取り返しがつかないことになるかもしれない。ちょっとね、下に落ちちゃうと、ちょっとね、もし怪我したらもう上がってくるのが困難になる可能性もあります。今先ほどね地元の方がいらっしゃったのであれでしたけど、ちょっともう気をつけてね、これ落ちたら大変だ。ね、見えますかね。するとね、あと見えるかな、もう言葉にならないですけどね、あと掘った跡があります。岩盤のね跡がちょっと 2つに分かれてますね。ちょっと2つにね、右の穴と左の穴ね、に分かれてます。はい、そこの先にもねちょっと雑草というかね、あれ生い茂ってあれですけど分かりにくいと思いますけど、はい、もうなんと言いますか、先ほど地元の方がねおっしゃってたように、ちょっと上がって見てみたら、せっかく来たのでということで、ね、上がってみたら確かにすごいです。これはもちろんね先はいけないですけど、まあ、これですからね、皆さん、私もビビリ高所恐怖症なんで、もちろんもうそこまで近寄らないですけども、本当に安全を、もし上の方にちょっとね上がってこられるのであれば、一人ではね絶対来ないようにしてください。ね、転落してしまうと事故があっては何もなりませんのでね。はい、ということでね、これはすごい、これはすごい、もう本当にね、すごいのすごいということしかね言いようがないですよ。まあね、ちょっと見えるかな、白っぽいのが鈴の鉱脈というかね、鈴の鉱脈なんですかね、この地層がですね。でも、もうある程度掘ったからどうなのかな、ちょっとわからないですけどね、ちょっと歴史を感じるね、はい、ところですよね、ここは。はい、こちらはですね、鈴鉱脈発見の地の近くにありました鈴山天空の丘というところなんですけど、少し気になったのでちょっと行ってみようというふうに思いました。ただですね、こちらちょっとロープみたいなのが張ってあったので、ちょっと残念ながら撤退することにいたしました。これが坑道の付近、今ですねちょうど地元の方が天空の丘案内していただけるということで、偶然もう私立ち去ろうと思ってたんですけど、ちょうどタイミングよくいらっしゃってね、今じゃあ一緒に行きましょうということで今上がっていってます。はい、ものすごくこの先景色がいいところらしいんですけど、で至る所に先ほどもありましたような鈴の、掘った跡、鉱脈跡っていうんですかね、掘った跡があります。で動画に映ってませんでしたけど、そういうところがね結構あります。そこも、そこかな、そこもですか、こっちもあるのかな、まあ、ちょうどね、指をさしていただいてたんですけど、あ、すごく開けてきましたね。鈴山の方々に本当に皆さん親切でいろいろこう教えていただけます。ね、もうちょっと一声かけてこんにちはというふうに挨拶したらもうね、あ、すごいですねこれ、もうこうやってねみんな教えていただける、ですね。これはね、一応今私ももちろん初めて上がってきたんですけど、ロープをとこで上がってきていいそうです。はい、でどんなところかね、とりあえず私も初見ですので、ちょっと見てみますけどね、どんな場所かね。はい、お、すごいすごいすごい、すごいですねこれ。あれがあれですよね、金剛高原ホテルの風車かな、あれが、あれ鈴山しょうかな、緑の屋根がね。こちらねちょっと、私ももうアラフォー真ん中ですから息が上がっております。はいね、これはすごい大木がありますね。これは何ですかね、これは何ですかね、これ大木は。ただ単にもうこれはもうただ単に伐採した後ですかね。そうです、大きいからお宅物に並んでおいて。あ、そうなんですね。すごいな、これ本当ですね。あ、すごいすごい。もうね、表現が乏しいんですけどね。もう鈴山のあたりをちょっと一望する感じで、はい。ね、これね。さっきね、あそこが、はい。山の一番上に昔の神様がいたところがあるんですよ。あ、あれですか。あれ、たてがみ山っていうの。ああ。これであるんだけども、その神様が、もうあそこは居心地が悪くて。はい。ここに3人降りてきてるんだけど、一番最初はここにおったらしい。あ、ここに。それの代がらしい。あ、そうなんですか。へえ。へえ。あ、そうなんですね。今なんか土俵の後の土俵のところに。あれは違うんですか。あれは大山積神社。あれとはまた違う。あれは山の神なんですけどね。これはお伊勢さんみたいです。ああ、そうなんです。お伊勢さん。あれで立神神社ってお砂神社なんですか。お産の。これですね。ここほらほとんど鉱脈がずっとあの山もあって。あ、鉱脈が。はい。あ、なんか岩肌がありますよね。大きなこう双眼鏡かなんかで見たら穴が見えるって。あ、そうなんですか。へえ。あ、なんかまだあるみたいですね。はい。ちょっとここ危ないかな、うん、ね、ちょっと滑らない、気をつけないとね。はい。おうでこう滑るからね。はい。あ、これ坑道の跡か。あ、これ坑道の跡ですかね。あ、本当だ。これはすごいですね。こういった鉱脈があるところで、ここってきてるんですよ。へえ。一回私も入ってみたいんだけど。危ないですよね。うん。ここちょっと柵をしたねがのだけ。ですよね。ちょっと危ないですね。うん、ですよね。先も。ですよね。先も脇上げ港ですかね。あそこ行かれました。行きました。上の方から見たんですか。で、そう、地元のあそこの方がいらっしゃって、でちょっと教えていただいて案内してもらって、で山の上に登ったんです。ちょっともうついでだからちょっと見られたらっていうだから、下からちょっと上がってみました。鍵があったら入るんですけどね。学校に行きあるんですけど。らしいですね。うん、ただやっぱりちょっと上から見てやっぱすごいですけど、ちょっと危ないですよね。あそこ。バイクで来てる人。いや普通の軽でした。うん、地元のあそこに昔家があって今畑とかなんかやってると。はい。うん、あ、沼田さん。うん、ねということですね。はい。うん、あ、ちょっとなんかバラ科のなんかねトゲがあるね。あ、確かに気をつけないね、うん、ちょっとねこれバラみたいなトゲがこれ、あ、そうなんですね。空気穴がやっぱりちょっと気をつけないとね、これね、至る所にそうこういうあれがある。ああ、本当ですね。全部掘ったもうこの山自体があれなんですもんね。鈴山というぐらいですから、この鈴が。こっちの側溝から、はい、ずっとあの山の先までありますよ、坑道が。あ、坑道があるんですか。すごいですね。どれぐらいになるのかな。何キロもですよね、当然。あの山の向こうの下の方に出てきますから。あ、こう行けばその橋のちょっと先のあの山の向こうにですね、搬出するところトロッコで、あ、はいはい、あ、なんかさっき聞きました。うん、あの日の子らとはちょっと違うんですかね。日の河原はですね、はい、あの山の裾ってじゃないですか。あ、あの先の山の裾なんです。はい、うん、あ、日の子らはですね、前行ったことあるんです。あそこも日の子らも精錬場があったんですよね。この辺りにずっと坑道がいっぱいあったそうですね。で、掘った人の名前をつけて、三四郎公というね、三四郎という方ですかね、そういう坑道もあるということでね、はい、他にもね、多分いろいろなそういう山師とか堀師の方が掘ったようなその坑道があるそうです。こちらよかどさん前の駐車場から先ほどの鈴山天空の丘をちょっと映しています。で、県道、19号鹿児島川辺線ね、南薩縦貫道川辺、ダムインターホンで、こちらがですね立神山、はい、先ほど映しました立神山ですね、立神神社の御祭神がもともとあったところです。大山積神社、土俵から、こちら稚児の滝方面に降りていったところなんですけど、途中にこう民家が点在しているこちらの、先にですね立神神社があるとも、おそらくですねこちらの方、階段というかですね、こちらの方に、立神神社があると思います。先ほどの、土俵のあたりね、あちらの方からですね、ちょうど加世田線の高架の下をくぐって、きました。で、こちらはですねその立神神社になるんですけど、地図上はですね、ただですねなんかこうあれなんか微妙になんですが、もう行き止まりというかね、なんか木が植わってあるんですよね。ここも人がほんであんまり行き来してる様子がなくて、木が寝転がってるというかね、もう当選棒してる状態です。はい。で、どうしようかね迷ったんですけどね、これはちょっとよからぬ YouTuber が来たらもうちょっとね罰が当たるかもしれないね。うん、今回はちょっとやめときますけどね、まあね、パワースポットといいますか、ちょっと立神神社、はい、鈴山の、守り神という御神山ですかね、立神山の神社ですのでね、はい、もうとりあえず今回はやめときます、はい。そしてこの後鈴鉱脈の発見をした八木元信の墓を地図の場所を見比べて探してみましたが、行き止まりだったり廃屋があったりとちょっとわからなかったので残念ながら断念いたしました。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。鹿児島市に住んでいながらこのような身近に薩摩藩の財政を支えた鈴鉱山があったことを全く知りませんでした。薩摩藩最大の試練、幕府から命じられた宝暦治水の際は鈴山に鈴の増産が命じられたり、またこの鈴山の鉱山技術が幕末の修正館事業の礎にもなったといいます。そんな国内では鈴鉱山としては日本一だった鈴山の歴史的な鉱山遺構を鹿児島県や鹿児島市はもっと重要視して、ぜひとも後世に残していくべきだと思います。それでは長くなりましたが、これからも鹿児島に関する様々な動画を上げてまいりますので、とりあえずチャンネル登録をお願いいたします。そしてよかったらグッドボタンをポチッと、またこの鈴山に関する感想、思い出、様々なコメントをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。